はい、どうも佐々木です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではですね、今回も認知症に関する情報、医療関係者のあなた、もしくはご家族さんのあなたにですね、分かりやすくお伝えしようと思っております。はい、久しぶりに外で撮ってますね。寒い昼間なんですけど、今この時間帯めっちゃ寒いです。もうね、12月の中旬入ってるんでね、言ってる間に今年末ということで、ね、2018年も終わるわけなんですけれども、皆さんどうですかね。もうね、年を越す準備とかできてますかね。僕全然でね、もうね、家のこととなったらね、ほんまに後回しにしてしまうなというふうに思っております。なんかね、大掃除とかね、なんかいろいろあると思うんですけど、そういうのね、ほとんどやってなくてですね、何ですか、大掃除もね、ちょっとだけね、やったりしたんですけれども、結局なんか全部はまだ終わりきってなくてですね、はい、まあまたね、ちょっとやっていかなあかんなというふうに思ってるんですが、やっぱお家のことなんでね、まあ必要最低限だけやってですね、もうなんかそれで日々過ごしてしまうみたいな感じに、ちょっと僕の悪い癖ですけど、まあなってしまってるんで、まあね、そういったのちょっとね、やめてですね、本格的にちょっと冬支度というか、年末年始のね、こう準備をしていこうかなというふうに思っております。はい、でね、まあそんなん言いながらもですね、なんかこの年末ですね、どうやら僕のね、地元の友達がですね、大阪にやってくるようで、はい、そう、僕広島出身なんですね。はい、でそのね、中学校の時のね、友達がですね、どうも大阪にやってくるということで、はい、だから結婚式の時にね、一度集まったんですけど、その友達とは、その友達の結婚式ね、友達の結婚式の時に、まあだから1年ぐらい前ですかね、で集まって、で今度は大阪行くわっていうような話をねされたんですけどね、本当に行くということで、はい、この年末に来られるそうです。まあだからね、まあ大阪に住んでる僕としてはですね、まあやっぱお出迎えじゃないですけど、なんかいろいろね、大阪案内したりしなあかんかなというふうに思ってるんですけどね。はい、ただね、僕ね、大阪に住んでですね、もうこれかれこれどれぐらいやろな、7、8年ぐらいになるんですけど、あんまりね、大阪のことよく分かってないんですね。なんかどういうところに行ったら面白いとかですね、なんかそういったね、観光的なことをね、あんまり僕はね、大阪のことよく分かってなくてですね、はい、ね、7、8年も住んでて、なんやねんそれっていうような感じかもしれませんけれども、まあね、ちょっとね、面白そうなスポットでもまあ探しながらね、なんかこう、まあお出迎えじゃないですが、なんかこうね、そういった計画を立ててあげられたらなというふうに思っております。はい、まあでもね、認知症の話ね、まあ割と無理やりになるかもしれません。まあつなげるとですね、まあこういったね、計画を立てるとかね、すごくね、脳のね、活性化にはいいんですね。特にね、前頭前野と呼ばれるところがですね、こう計画をね、立てたり順序立ててね、こう物事をね、こう計画する、まあ作り込むっていうようなね、部分ではありますんで、なんかそういったのを刺激するにはね、まあなんかこういったね、普段やらないことをね、まあこう自力でね、どういうふうにこう順番を立ててこうやっていくかっていうのを考えるのは大事かなというふうに思っております。はい、でまたこういったね、まあ友達をこう迎えるとかですね、まあなんか、まあ旅行とかもそうですね、旅行の計画を立てるとかもそうなんですけど、まあやっぱりね、こうまあ前もってね、準備をしてね、こう計画を立てて、まあ実行に移した時に、まあそれがね、例えばそれがうまくいったとしたらですね、まあより達成感とかにつながったりですね、することで、まあいわゆる扁桃体とかですね、そういったね、感情の部分にもね、すごく刺激になったりとかですね、楽しかったとか良かったとかね、そういった部分でね、こう刺激をさせることもまた一つできますんで、はい。だからまあ今回僕はですね、まあ、せっかく大阪に友達が来られるっていうことなんで、そういったね、計画立ててですね、僕自身の前頭前野をね、めちゃめちゃ活性化させてやろうみたいな感じでちょっと思っております。はい、まあちょっとコンテンツとしては薄かったですけれども、まあそういうことですね、まあ、たまには違ったこともやろうぜっていうことでしょうか。はい、まあ一つ参考にしてみてください。はい、今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。いや寒い、さよなら。